アトラクションと三角点イコマ山上遊園地は奈良県イコマ市のイコマ山の山上にある遊園地である近鉄の子会社である近鉄レジャーサービスが所有運営する開園70周年にあたる1999年以降スカイランドイコマという愛称を併用していた時期があった標高642メートルのイコマ山頂周辺に1929年に 開園した遊園地。現存する大型遊具としては、国内最古の飛行塔があり、大阪平野や大和盆地、山城盆地が一望できる。入園料は無料だが、遊具利用は有料。平野部に比べ気温が3から5度低いことから、夏の行楽地として特に人気を呼び、ファミリー向けの近鉄綾目池遊園地に対し、 主に若者やカップル向けの遊園地として定着した。現在は12月から3月中旬の間、冬季休園している。2015年11月3日まで、ペット触れ合いの森、生駒も併設していた。園域は大阪府及び奈良県にまたがっており、土地は近鉄本社が保有している。近鉄はやめ池遊園地及び奈良、ドリームランド平園後の奈良県では、 県内唯一の遊園地である。園内には1950年2月に在阪テレビ局のイコマ送信所が設けられ、1954年3月から本放送を行っている。飛行塔の南側、総合案内所に隣接するエキサイティングゲームコーナーは、1978年3月に150メートル南へ、 移転した、大阪テレビ放送朝日放送テレビの初代、送信書建屋をそのまま利用している。近鉄の前身にあたる大阪電気軌道が、沿線の開発を目的に、あやめ池遊園地に続く、直営遊園地として、ケーブルカーの山上線と共に1929年に、開園した。開設時のキャッチフレーズは、夏の関連線。園内に設置された、 飛行塔は遊園地のシンボルとなった。第二次世界大戦中は営業を中断し、飛行塔は軍の防空監視塔に使われた。戦後は、あやめ池遊園地、玉手山遊園地とともに、近鉄市街車の近鉄工業が運営。1963年に100万ドル回転展望台を設置。1980年には、 中帰りコースターを導入するなど、若者層をターゲットにしたいわゆる絶叫マシンを積極的に設置した。当時の関西では、内ー営業を行う遊園地は、当園だけで、1980年代には入園者のピークを迎えた。しかし1992年の約73万人を最後に、東京ディズニーランドなどの後発の大規模。 テーマパークとの競合や遊園地離れの影響で入園者は減少した。開園70周年の1999年に入園料の無料化に踏み切ったが、2000年代に入り2001年、大阪市内に USJ が開園した影響で2003年度以降、換算期の冬季休園を余儀なくされ、2004年には入園者数が約17万5000人に落ち込んだ。 同年の近鉄グループレジャー事業再編では、生駒山上遊園地の事業単体では赤字であった。ものの、跡地の再開発利用が困難であること、また一体運営を行っているシギイコマスカイラインなどの事業総体では黒字であることを理由に閉園を免れ、同年7月に近鉄工業から近鉄レジャーサービスに事業を譲渡された。事業移管後の同園は、 花と緑に囲まれ、みんなが安心して遊べる遊園地を新しいテーマとし、2005年に10万株の花植栽を開始する一方、中外りジェットコースターなどの絶叫系遊具を順次、廃止して、園内遊戯施設の見直しを進めるなど対象を子供、ファミリー向けに変更し、2007年には入園者数が20万人台に回復した。飛行塔園内の飛行塔は、 日本における大型遊具開発の祖である土井文化運動機製作所の土井満蔵が設計した現存する唯一の土井式飛行塔である。土井式飛行塔は1920年の千里山遊園を皮切りに、あたご山遊園地など全国各地に設けられた飛行塔で、生駒マ山上遊園地のものは16番目の製品である。生駒マ山上遊園地の飛行塔は、 他の土井式飛行等と異なり、当初展望台を兼ねていたため、内部にエレベーターが設置されているのが特徴である。エレベーターの加護室は、倒体上部から張り出したアームから吊り下がる、飛行機型ゴンドラの吊り合い重りを兼ねており、ゴンドラが上昇すると、エレベーターが下降、ゴンドラが下降すると、エレベーターが上昇する仕組みになっている。第二次世界大戦中、園内では、 金属類回収例によって大型遊具が解体搬出されたが飛行等については防空監視所として海軍航空隊が利用したためゴンドラやエレベーターなどの撤去に留まって東体は解体を免れたその後も繰り返し回収が行われているが当基礎と東体は2014年現在も開園当時のままで日本国内に現存する 大型遊具では最も古いものである。飛行等は、近鉄イコマ工作戦とともに2021年9月28日に土木学会戦勝土木遺産に認定された。ありがとうございます。